はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、国語が苦手な人のための動画、高橋英雄さんの地を這う風のようにっていうね、文章を読んでみましょう。皆さんにはね、めちゃくちゃ勉強できない人っていますか？身の回りで。構造はまあ全然勉強できなかったんですけど、小数の割り算からは結構頑張り始めたんです。では読んでいきます。3時間目は算数だった。吉田先生は小数の割り算の問題を黒板に5台だけ書くと、ノートにやってできた順に持ってくるようにと言った。2学期に入ってやり始めたところの問題だった。割る数の小数点を数字の最後に持っていって、その桁数の分だけ割られる数の小数点を右に動かす。覚えていた。一斉に黒板の問題を写し始めるみんなにつられるように、構造も急いで写し出した。1台目は簡単にできた。2台目も3台目も簡単だった。心臓がドキドキしてくる。4台目の途中で文子が立って先生の机に行った。続いて他の誰かも立ち上がっていく。焦ってなかなか出力が出てこない。鉛筆を握って指が震えた。42、データ九九が声になった。いけだよーし。文子は全部正解したらしかった。構造も5台目にかかっている。椅子の音がガタガタ騒がしくなって、何人かが流れて並んでいるのが見えた。できた。構造は文子が隣の席に着こうとしているのと入れ違いに立ち上がった。できた？文子は聞いた。うん。パッと答えると先生の机の前にできている列の最後に着いた。見渡すとまだ半分ぐらいの生徒が問題に取り組んでいる。構造は急に落ち着かなくなった。なんだかとんでもない勘違いをして並んではいけない列に並んでいるような気がした。黒板の問題の数を見た。5台だ。右手に持っているノートを確かめる。5台全部終えている。後ろに文子の前の席の稽古が並んだ。全部終わったんけ？疑っている言い方だった。ああ、へえ、ほんとけ？稽古は驚いてる。構造が返事をしないでいるとノートの数でついてきた。答えちゃんと見直してきたが？ああ、どれ見せてみな。稽古が構造のノートを取ろうとしたが、構造はノートを離さなかった。間違ったらまた並ばなくちゃなんねんだから構わねえ。構造が突き放すように言うと、親切に言ってやってんのにねえと後ろに並んだ和子に相槌を求めている。俺だってそれぐらい知ってる。そう言おうとして構造はこの前いつ並んだかなと考えた。思い出せなかった。途中でいいから持ってこい。先生にそう言われてから持って行ったことも随分と前のような気がする。どうせ俺なんか、いつもそんな気持ちがノートを持って並ぶことも手を挙げることもさせなかった。勉強も宿題もどうせできっこないと思うとどうでもよくなった。先生が OK とかできたとか言いながら手際よく前の子たちをさばいていったので、すぐ構造の番が来た。先生は顔を見ないでノートを受け取り、さっと1台目に大きな丸をつけた。構造は丸が1つつくたびに胸をドキドキさせた。2つ3つ4つと丸がついて、そこで先生が手を止めて顔を上げる。お、誰かと思ったら構造じゃないか。珍しいな。びっくりした声を出した。教室中が騒がしくなった。これは5か6かどっちなんだ。先生が答えの数字を聞いてきた。構造でさえ6と読んでしまいそうな5だった。5。構造がボソッと言うと、先生が一番大きな丸をつけ12と書いた。12番目ってことだ。頑張ったな構造。先生は構造がノートを取ろうとして引っ張ってもなかなか話してくれなかった。やればできんだぞ構造。うん、素直な返事ができた。俺だってやればできんだ。構造は何度もそう思った。チャイムが鳴り終わっても胸のドキドキが止まらなかった。自然ににやけてしまう顔を見られたくなくてずっと下を向いていた。休み時間になって先生が出ていくと同時に、構造の周りにのぼるたちが集まってきた。年をもいた。まずのぼるが口を開いた。構造、いい格好見せっぺってずるすんじゃねえぞ。何のことかわからなかったが椅子から立ち上がった。なんだずるっちゃ。構造は昇るを睨みつけた。とぼけんじゃねえ構造。とぼけんだったら言ってもいいんだな。昇るは勝弘たちを振り返った。
それから構造にいいんだなともう一度念を押す。ああ、じゃあ言ってやら。おめえ、隣の答えを移して先生持って行ったんべ。のぼるは澄ました顔で言った。何を？構造が一歩踏み出した、その時、椅子をガタンと鳴らして文子が立ち上がった。やめなさい！構造よりも大きな声だった。何言ってるのよ、あんたたち。井上くんは私とすれ違いだったのよ。どうやって映せるのよ。ちゃんと事実を調べて言いなさいよ。一気に言うと、文子は大きく深呼吸をした。根も葉もないことで人を疑って、あんたたちは恥ずかしくないの？情けないと思わないの？と、さらに泣きそうな声で続ける。ほんと情けない。私だって知ってんだから。前の席の稽古が立ち上がって怒鳴った。うるせえ、黙ってろ。おめえらには関係ねえ。のぼるが大声を上げたのはそれが最後になった。稽古に騒がれたら負けたのと同じだ。すぐ先生に言いつけられてしまう。女だと思って甘く見てりゃつけ上がりやがって。のぼるたちはブツブツ言いながら席に戻っていった。構造はすぐ帰りの待ち伏せを確保した。それでもランドセルの中にはあの小刀が入ってる。構えただけで逃げ出すだろう。だが文子には困ってしまった。机に顔を伏せて泣き出したのだ。殴り合いにならずに済んだのはありがたかったが、どうして関係のない文子が泣くのか、構造には見当がつかない。どうしたらいいのかもわからなかった。それでも何か文子に悪いことをしたような気がして、悪かったなぁとすすり泣いている背中に向かっていった。伏せたままの頭が小さく左右に揺れた。さあじゃあ確認してみましょう。まあ主人公はこれ構造ですね。でそして隣に文子というね女の子がいて、まあ仲がいいようです。あとまあ恵子とね、あと先生ね。でそして後半になると、のぼるやとしお、ね、まあ、そう、かつひろ、ね、嫌な連中ですよね。じゃあ確認してみましょう。答えてください。さあ、3時間目は算数でした。吉田先生は小数の割り算の問題を黒板に、さあ、何題書きましたか？そう、5題だけ書き換えて、ノートにやって、できた順に持ってくるようにと言った。2学期に入ってやり始めたところの問題。割る数の小数点を最後の数字の最後に持っていって、その桁数の分だけ割られる数の小数点を右に動かすんです。さあ、ちゃんと覚えていた？覚えていなかった？そう、覚えていました。一斉に黒板の問題を写し始めるみんなに釣られるように、構造も急いで写し出しました。さあ、1題目、できた？できなかった？そう、できた。2題目、できた？できなかった？そう、できた。3代目できた？できなかった？そう、できました。心臓がドキドキしてきます。4代目の途中で文子が立って先生の机に行った。続いて他の誰かも立ち上がっていく。焦ってなかなか出力が出てこない。鉛筆を握った指が震えた。さあ、四重に出てきた？出てこなかった？そう、出てきた。池田よし、文子は全部正解したらしい。構造も5代目にかかっている。椅子の音がガタガタ騒がしくなって何人かが並んでいるのは見える。さあ、5代目できた？できなかった？そう、できました。できた！構造は文子が隣の席に座つこうとするのとすれ違い、入れ違いに立ち上がった。できた？うん。パッと答えると先生の机の前にできている列の最後に着いた。見渡すとまだ半分ぐらいの生徒が問題に取り組んでいる。構造は急に落ち着かなくなった。さあ、なんだかどんな気がしてきましたか？そう、とんでもない勘違いをして並んではいけない列に並んでいるような気がしてきました。さあ、そこで黒板の問題の数を確認しました。さあ、何台でしたか？そう、ちゃんと5台です。右手に持っているノートを確かめます。さあ、何台やってありますか？そう、5台やってあります。後ろに文子の席の、ね、稽古が並んだ。全部終わったんけ？疑っている言い方。ああ、へえ、ほんとけ？稽古は驚いている。答えちゃんと見直してきたか？ああ、どれ見せてみな。稽古が構造のノートを取ろうとしたが、構造はノートを離さなかった。構わね、親切に言ってやってんのにね、と、後ろに並んだ勝子に相槌を求めている。俺だってそれぐらいは知っている。そう言おうとして、構造はまあこの前いつ並んだかなと思ったんです。さあ、この前いつ並んだか思い出せる？思い出せない？そう、思い出せないぐらい並んでないんです。途中でいいから持ってこいって先生にそう言われたから持っていたことを言ったことも随分前のような気がします。さあ、最近の構造は自分のことをどう思っていたんですか？そう、どうせ俺なんかって、いつもそんな気持ちがノートを持って並ぶことも手を挙げることもさせなかった。勉強も宿題もどうせできっこないと思うとどうでもよくなっていたんです。
先生が OK とかできたとか言いながら手際よく前の子たちをさばいていったのですぐ構造の番が来た。先生は顔も見ないでノートを受け取りさっと1台目に大きな丸をつけました。さあ構造は丸が一つつくたびに胸をドキドキさせました。さあ2台目丸だった×だった、そう丸だった。3つ目丸だった×だった、そう丸だった。4つ目はそう丸だった。そこで先生が手を止めて声を上げる。お、誰かと思ったら構造じゃないか、珍しいな。びっくりした声を出した。教室中が騒がしくなった。これは5か6かどっちなんだ。先生が答えの数字を聞いてきた。構造でさえ6と読んでしまいそうな5です。さあ構造は5って言った、6って言った、そう5。さあ構造がボソッと言うと先生はさあ5問目丸だった×だった、そう丸だった。一番大きな丸をつけ12と書いた。12番ってことだ、頑張ったな構造。先生は構造がノートを取ろうとしても引っ張ってもなかなか話してくれなかったんです。さあ先生は構造に何て言ってやりたかったんですか。そう、やればできんだぞ構造。うん、素直な返事ができた。俺だってやればできんだ。構造は何度もそう思った。チャイムを鳴り終わっても胸のドキドキが止まらなかった。自然ににやけてしまう顔を見られたくなくてずっと下を向いていたんです。さあ、休み時間になりました。先生が出ていくと同時に構造の周りに登るたちが集まってきました。年をもいます。さあ、まず登るがなんて嫌なことを言いますか。そう、構造、いい格好見せっぺってズルすんじゃねえぞって言うんです。なんだズルっちゃ。構造は登るを睨みつけた。さあ、登るはなんて言い始めた。そう、とぼけんじゃねえぞ構造、とぼけんだったら言ってもいいんだなと言うんです。ああ、じゃあ言ってやら、おめえ隣の答え移して先生とかへ持って行ったんべえと登るは済ました顔で言いました。何を。構造が一歩踏み出すとその時椅子をガタンと鳴らして文子は立ち上がってなんて言った。やめなさい。構造よりも大きな声。さあ、そして文子なんて言った。そう、何言ってるのよ。あんたたち、井上くんは私とすれ違いだったのよ。どうやって映せるのよ。ちゃんと事実を調べて言いなさいよ。一気に言うと、文子は大きく深呼吸をした。根も葉もないことで人を疑って、あんたたちは恥ずかしくないの、情けないと思わないの。さらに泣きそうな声で続ける。ほんと情けない。私だって知ってんだから。前の席の稽古が立ち上がって怒鳴った。うるせえ、黙ってろ、おめえらには関係ねえ。のぼるが大声を張り上げたのはそれが最後でした。さあ、稽古に騒がれたら負けたのと同じなんです。さあ、なんで稽古に騒がれたらもう負けなんですか。そう、稽古はすぐに先生に言いつけてしまうんです。女だと思って甘く見てりゃつけ上がりやがって。のぼるたちはブツブツ言いながら席に戻っていった。構造はすぐ帰りの待ち伏せを確保しました。それでもランドセルの中にはあの小刀が入っています。構えただけで逃げ出すだろう。だが、文子には困ってしまいました。机に顔を伏せて泣き出したんです。殴り合いにならずに済んだのはありがたかったが、どうして関係のない文子が泣くのか、さあ、構造はわかりますか？わかりませんか？そう、全く見当がつかないんです。どうしたらいいのかもわかりませんでした。そこで何か文子に悪いことをしたような気がしたんで、さあ、なんて言ってあげましたか？そう、悪かったなぁと、すすり泣いている背中に向かっていった。伏せたままの頭は小さく左右に揺れた。高橋秀夫、地を這う風のように。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。